どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 GoTo イートキャンペーンですね、実際にやってきましたので、こちらのね詳細をですね紹介ねしていきたいというふうに思います。皆さんね、利用しましたかね？まだ利用されてないという方はぜひね、お得に利用できますので、こちらねぜひね挑戦してみていただきたいなというふうに思います。 GoTo イートで全体の話に関してはですね、別の動画出しているわけなんですけども、そこまでですね難しいキャンペーンというふうなわけではないので、こちらの動画ね見ていただいただけでもね分かるかなというふうに思いますので、ぜひね参考にしていただけたらなというふうに思います。まず GoTo イートキャンペーンに関してはですね、グルメサイト経由ですね予約を行ってで利用するとですね、ランチの時間帯は500ポイント、ディナーの時間帯は1000ポイントがですね、1人に対して付与されるっていう風になっております。1回目に関してはですね、普通に支払いが必要っていう風になるんですけども、ポイントが付与された後はですね、ポイントを利用してまたねポイントがもらえるっていうね仕組みになっております。あくまでですねこちらは現時点の話にはなっているんですけども、変更はねないというふうに思いますけども、あくまでね現時点での話っていうふうになっております。ですので、1回目はですね普通に支払いが必要っていうふうになるわけなんですけども、2回目以降はですねそのポイントで食事もできる、またポイントがもらえるっていうふうになっておりますんで、かなりですねお得なキャンペーンというふうになっております。でですね、先ほども言いましたけども、グルメサイトを経由して予約する必要があるっていうふうになるわけなんですけども、このグルメサイトに関してはですね結構たくさんあるんですよね。グルナビとかホットペッパーグルメとか食べログとかねあるというふうに思うんですけども、個人的にはですね私がおすすめしたいのはホットペッパーグルメですね。こちらねなぜかというと対象店がですねとても多いんですよね。私も自宅のね周りでいろいろねサイトで調べてみたんですけども、ホットペッパーグルメがですね一番多いというふうになりますんで、このキャンペーン自体ですね利用後にポイントが付与されてまたポイントがね利用できるというふうになりますんで、出口戦略を考えた時にもですねこの対象店が多いことに越したことがないわけなんですよね。またね GoTo トラベルとかでですねどこかに行った際にですね利用したいっていう時もですねやはり対象店が多いとですね重宝するのではないのかなっていうふうに思っております。またですねホットペッパーグルメの場合はですね予約して利用するとですね少ないんですけどもポンタポイントもですねこちら溜まっていくんですよね。1回のランチで10ポイント、ディナーの場合は50ポイントがね溜まっていきますんで、こちらもですねかなりねおすすめのポイントっていうふうになります。ポンタポイントに関してはですね JAL マイルに交換できますからね、こちらもねいいのではないのかなというふうに思います。それでですね実際に予約方法をですね解説していきたいというふうに思います。やっぱりねグルメサイトの予約で、ここでねやっぱりみんな面倒くさくなるのかなっていうふうにね個人的に思ってたりもしますんで、予約方法もですね解説していきたいというふうに思います。今回はホットペッパーグルメでね解説させていただきたいなというふうに思うんですけども、ホットペッパーグルメの場合はですねポイントサイト EC ナビで1回ね500ポイントということで50円分っていうふうになるわけなんですけども、こちらの GoTo イートキャンペーン自体はですね来年の、1月末までポイント付与やってますんで、かなりね長期間でやっているキャンペーンっていう風になりますんで、何回かね利用するのであればある程度ねポイント貯まるという風に思いますんで、もしね利用される際はですねぜひポイントさえね経由しておくことをお勧めします。でこちらね画像出てると思うんですけども、こちらねポイントゲットはこちらっていうのをね押していただくとホットペッパーグルメのね公式サイトに飛びますんで、こちらからですね利用するね場所を選んでいただきます。で今回ですね東京で、検索していきたいなというふうに思うんですけども、こちらね東京を押していただくとこんな感じのね画面になります。でこちらの検索バーですね今回渋谷で検索させていただいてますんで、この検索バーにね渋谷って感じでね入れていただきます。で検索するとですね3106件ということでかなりの数がね、ヒットしてるというふうに思うわけなんですけども、こちらね上と下2つありますよね。でですね注意していただきたいのはこの出てるねお店2つあると思うんですけども、こちら下の方にはですね GoTo イートキャンペーン対象店っていうね赤文字で記載されておりますよね。
こちらが今回のこの GoTo Eat のですねキャンペーン対象店というふうになりますので、こちらがないとですねキャンペーン対象というふうになりませんので、こちらはですね確実にチェックするようにしてください。まあこの表示がないでね利用されてしまうとですね、ただね予約して食事に行っただけっていった形になりますんでね、この点は本当にですね注意していただきたいなというふうに思います。でですねお店の方をクリックしていただくとですね、お店の詳細になるわけなんですけども、右上の方にですねクーポンっていうのをねありますよね。こちらもぜひねチェックするようにしてください。まあ、私がですね実際に利用したお店にですねタイミングよくですねその曜日の 10% オフクーポンっていうのがねありましたので、私はですね 10% ね会計から割引ねさせていただきましたので、このクーポンっていうところもですねぜひチェックしてから利用するようにしてくださいね。でですね日付をですねクリックしていただくと、人数であったり座席だけか、まあ、コースかね、まあ、そういうのを選ぶ画面になりますんで、こちらね決めていただいて予約入力画面に進むっていうところをねクリックしていただきます。こちらに関してはですねコースの予約でも OK ですし、座席のみのね予約でも OK というふうになっておりますんで、こちらですねお好みの方でね利用するようにしてください。でですね次のページに行くとですね、日付と時間帯と、まあ、ご利用人数がね詳細が出ておりまして、右側の方にですねポンタポイントが何ポイント貯まりますよみたいなのがね出るっていった形になります。まあこちらに関してはですね、ポンタポイント50ポイント、ホットペッパーグルメ限定ポイント100ポイントがね付与されるっていう風に書いてあるわけなんですけども、まあこんな感じですね、この GoTo Eat のキャンペーンとは別にですねポイントが貯まっていくっていった形になります。でですね詳細の方の下の方にねスクロールしてっていただくと、 GoTo キャンペーンの注意事項っていうのがですね出ている感じになるわけなんですけども、こちらの注意事項はですね予約する際に確実にチェックしていただきたいなというふうに思います。でですねこちらで同意して予約をクリックしていただくと、予約完了っていった形になりますんで、この後はですね指定していただいた時間にお店に行っていただいて実際に利用していただくっていった形になります。先ほども言いました通り、ランチであれば1人500ポイント、ディナーであれば1人ね1000ポイントがこの GoTo Eat のですねキャンペーンで返ってくるっていった形になります。で利用金額に関してなんですけども、結局ですね最低利用金額みたいなのがいくらなのかなっていうふうにずっと思ってたわけなんですけども、こちらに関してはですねないっていった形になりますので、まあいくらであってもですねランチ1人500ポイント、ディナーであったら1人ね1000ポイントが付与されるっていった形になります。いかがだったでしょうか。今回ですね GoTo Eat キャンペーンの実際のねやってきたということで、予約方法等々をね解説させていただきましたけども、各ねグルメ予約サイトのポイント付与などをですねちょっとまとめさせていただきましたので、こちらね参考にしていただけたらなっていうふうに思います。まあホットペッパーグルメだったりグルナビ食べログとかねいろいろありますけども、そのグルメサイトによってですねポイント付与日だったりポイント期限だったりポイント付与上限であったりがね細かくね決まっておりますんで、まあないところはですねそれはそれでいいんですけども、あるサイトもですね中にありますんで、まあ私個人的にはねホットペッパーグルメがねおすすめっていう風になるわけなんですけども、まあそれ以外のねサイト利用される方もねもちろんいらっしゃると思いますんで、まあこちらね利用されるサイトねよくチェックされてからですね利用するようにしてください。まあせっかくね GoTo Eat キャンペーンでポイントがもらえるのにポイント取りこぼしてしまったりするとね、もったいないので、こちらですねぜひチェックしていただけたらなというふうに思います。でホットペッパーグルメに関してなんですけども、こちらの表ではですねホットペッパーグルメ7日後っていうふうに書いてあるわけなんですけども、ちょっとね10月だけ運用がね変わっているっていった形になっておりまして、来店が10月1日から15日の間の場合は10月29日に付与、10月16日から23日の場合は11月の9日に付与っていうふうになっておりますんで、こちらもですねホットペッパーグルメね利用する際は覚えておくようにしてください。こんなにお得にですね食事やお酒がね利用できるっていう日はもう来ないのではないのかなというふうに思いますんで、ぜひね飲食店応援するっていう意味でもですね利用してみていただけたらなというふうに思います。
で最後にですね、支払いに関してなんですけども、キャンペーンのねポイントが、まあ、もらえるまでは、まあ、普通にね支払いがね必要になるっていう風になるわけなんですけども、個人的にはですねポイントサイトのポイントをですね電子マネー等々に交換してね利用していただくのがねおすすめかなっていう風に思います。まあ、私はですね D ポイントカードを D プリペイドカードにですねチャージして、支払いをねしているっていった形にしております。まあ、お店によってね利用できる支払い方法はね、まあ、変わってくるわけなんですけども、 D プリペイドカードであればですね国際ブランドがですねマスターカードっていう風になっておりますんで、まあ、クレジットカードがですね利用できるお店であればね利用できるっていった形になりますんで、こちらもですね結構おすすめっていう風になっております。2020年10月現在ですね無料でね発行することもできますんで、もしね利用されたいっていう方はですねこちらの公式サイトもですね概要欄に貼っておきますんで利用してみていただけたらなっていう風に思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいという風に思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですねこういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボイホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。